第6説「手術」とは本質的に戦争と同じで危険な治療法である科学的な医療技術の発達で手術は昔に比べると格段に安全になりましたがそれでも危険な行為であることには変わりはありません手術は怪我や病気で生命が危険にさらされた時にあらゆる方法を尽くしても無効で。 手術しか救命方法がないと考えられる場合に選択する最終手段です。やたらに、手術という治療方法を濫用することは、慎むべきです。例えれば、医学における手術は、国家における戦争のようなものといえます。戦争は、国家存亡の時以外、むやみに行うことは、かえって国を滅ぼすもとになります。 古代中国の兵法書「孫子」には戦争の本質に関して次のような有名な言葉があります。兵とは国の大事なり、非政の地、存亡の道、さっせざるべからざるなり。戦争とは国家の大事である。国民の死活が決まるところで国家の存亡の分かれ道であるから、よくよく熟慮せねばならぬ。兵とは気道なり。 戦争とは正しい道に反したやり方である。孫子の言葉通り、武力を乱用した大日本帝国は人類初の核兵器を浴びて敗北しました。最近では一国が大陸軍と大海軍を同様に持つことは不可能であるという地政学の原則を無視して軍備拡張を行ったソ連も崩壊してしまいました。本来は正当なら、 治療法である手術を乱用する現代のがん治療も行き着く先はますますのがん死亡の増加医療事故の頻発医療経済の破綻という結果を生みそうです東洋医学では外科の外は下道を意味し本来の道から外れた治療法であることを意味していますこれに対し内科は本土を内にある道の意味といい 本来の正当な治療法であると考えています。現代医学は外科をがん治療の本道であると考えているようですがとんでもない話で外科は言葉通りどこまで行っても外にある道すなわち下道であり本当にやむを得ない時にしか選択しないのが正しい道ですしたがってがん治療において外科手術とは決して 根本からをを治治すす。正当的治療方法でではないといととうこ心るべきです私がいつも感じるのは手術をする側の医師も手術を受ける側の患者さんも手術とは戦争のような危険な行為であるという認識が不足していますこのために現在の医療現場では安易に手術が乱用される傾向があり決して好ましい風潮ではありません